ビファーズ行きましょうか。行きましょうよ。あ、でそのインベスターラウンジはさらに駅に近いんですか。そうです、一番駅に近い。一番駅に近い、うん、じゃあ爆撃行って、うん、インベスター行きましょうか。わかりました。はい、まあね、まあ、富山大学の正門前通り、正門前通りですね、はい、ありがとうございます。正門前通っていきましょうか、どうせ町の中で、はい、ええ、そうですね、うん、ここはあちょっと川が流れてて ね平屋がやっぱりちょこちょこありますね。まあ、昔ながらの古い町で、やっぱり不動産屋さんも表に出さない系不動産っていうか、ほうほうほう、フランチャイズ系があるんですけど、それもあんまり表に出さないんじゃないですかね。じゃあもう一個一個宝探しのように不動産屋巡りができちゃう、うん、で 顔が繋がないとちょっとかっていうか、なんか全国的にそういうところって多いんじゃないですか、国立大学前ってとかっていうのは。なるほど、もう人間力ないと買えないんですね。そうですね、オーナーと昔ながらのおじいちゃん不動産班がズブズブ繋がってるっていうまあ地主さんですもんね。そうで、たまに相続出たらちょっと一部どうせ相続出たら売らないかんと。そうですね、でそれを変えたわけですね。そう、このエリアが堂々とあれじゃないですか、なんでうちの部屋決まらんのはお前らのせいやとかいう系の言えちゃう人たちの言えちゃう地主系がいるんじゃないですか。僕たちお願いします。なるほど、富山大学ですね。富山大学ですね。正門前通りは本当にいいっすわ。ちなみに北陸銀行さんっていうのは日本最大の地銀じゃないですか。日本最大の地銀、北国ファイナンシャルグループの ここでやっぱり借りれるようになると一人前ですね。一人前ですか。もう地主と認められたみたいな。まあまず貸してくれないっていうか、まず貸してくれない、貸してくれないというか、その殿様商売で言ったら変な言い方ですけど、もう貸し出し先はいっぱい持ってるんで、顧客でね。わざわざね、開拓して、ね、そうそう、私たちが行ってもあんまりっていう感じですね。じゃあそこに対して信仰的な金融機関、まああのだから県外シェアを取りに来てるところ、県外から進出してきた方がいいですよね。そうですか、富山第一ですか。まあこれも地元なんで、これも地元ですからね。だから北国銀行とか、はい、北国銀行、新金とか、北陸じゃなくて北国ですね。北国は金沢の本社なんで、なるほど、富山に支店を出して奪ってこいという人は貸してくれるところ多いんじゃないですかね。コンパクトシティの、はい、そうです、フォートラム、これ綺麗なやつですわ。あの富山駅前行きです。ここ終点というか始発になるんですか。始発です。ここから始発、まあ、終電です。終電で、そうそう。だからやっぱりここに人が集まるというか始まるというかね。なるほど、いいですね、うん。今後も増やしていきたいですか、このエリアで。変えることなら。まあ分散していきたいですよね。分散して、うん。今ドミナントしてるんで。なるほど。これからは逆に分散と。うん。まあでも分散っつっても同じ市内ですもん ね。そうですね。県単位で考えてるんですか。富山県で買っていく感じですか。金沢にも買うんですか。金沢にも持ってましたよ。あ、持ってました。うん、買っちゃったんですね。うん、三重にも持ってますし、新潟にも持ってますし。新潟なんかもらったやつですか。もらったやつもあるし、以外も、そう、お金でもらってもらったやつもありますし。あ、例のね、200万円もらって、はいはいはい、賃貸中の家と店と。新潟って富山から近いんですか。めっちゃ遠いっす。ですよね。遠いっす、遠いっす。4時間ぐらい。そうですね、3時間半。3時間半。だから名古屋とか大阪行こう近いっすわ。よくもらいましたね、うん、隣の県なのに新潟、近くて遠い県ですよ。お、富山銀行出てきましたね。もうまさにこれ中心地だいぶ近づいてます。今はもうコンパクトシティエリアに入りました。コンパクトシティエリアに入った。ライザップだったね。ライザップもあるんですか。ありますよ。ありますね。富山の人、体鍛えるの好きですね。柔術とかライズアップとかいやいや、たまたま、うん、まあマラソンしたりね。吉川さんマラソン大好きなんで。吉川さんっていうのはあの若手との交流ってやっぱり、うん、お二人以外にしてないんですか。ヒョールさん、ああ、そうかもしれないですね。クン様以外はチャキウピーなんかいいっすよ。ああ、チャキウピー、うん、まあ仲いいっていうか、まあ本当に子供みたいに可愛がってくれるんで。もうまさ、でも子供と同じぐらいのあれですか。フン様は子供と同い年なんで。あ、それはじゃあもう、だから自分のお子さんも不動産やってるんですかね。不動産屋さんなんじゃないですか。あ、まさにね、うん、じゃあもう次の世代もの関係づくりもフン様がいればね。そう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 、次の代まで安心ですもんね。ね。お、なんかお城的なのも見えてきましたけど。富山城。富山城、なんかいいですね、コンパクトで。あの石積み方、あれ
まあ、その作り直したっていうか、まあ、あ、一回やっぱり戦争で、うん、全部やめたと思います。負けてるんですね、うん、アメージング富山って書いてありますね。残ったのはね、富山大空襲で残ったのが、はい、富山電気ビルと市役所ってあって、富山電気市役所めっちゃくちゃ僕好きな建物なんですけど、ええ、富山市役所が築100年ぐらいのアールデコって感じですか、なんかこう、本当ね、大理石調の、大理石調、大理石調って大理石ですよね、大理石の何建築っていうのかな、あのモダン、大正デモクラシーの影響を受けたみたいな、平建築、上なんか言いますよね。そう、なんかすっごく魅力的な建物で、へ、今でも戦争の焼夷弾の焼け跡が、石だから焼けなかったけど天井に残ってるっていうね、80年前のまだあるんですね、70年前の傷跡が残ったまま生き残ってる。素晴らしい。あ、この辺はだいぶあの大きい RC 建築物がまあ中心地なんで、もう来ましたね、うん、まさに。え、こんなとこに持ってるんですか。そう、そのちょっと離れてますけどね、爆撃ハウス、爆撃ハウス、そうですね、南富山駅っていうところなんで、南富山、うん、まあ、ターミナル駅っていうかね、新潟まで253キロ、さっき話題に出ましたけど、遠いですよ、遠いですね。あ、結構売り地とかありますね。ありますよ、高いですよ、高い、この辺は高いです。高いと言っても30万っすわ、坪30万、はい、まあでも100坪買うとね、うん、結構な、100坪出ないんじゃないですか、街中なんで、そもそも出ない、うん、容積が300ぐらいあるんですか、この辺は。金賞、金賞ですか、80の300ですかね。そうですね、近隣商業エリアですね。ああ、確か長屋が出てきましたね、ちょこちょこ。あ、でも3階建ての RC、 また面白そうな。この辺は特に売りに出ても買わないですか、安ければ買うかな。安ければ買います、安ければ買います、うん、いや欲しい欲しい欲しいところですよ、むしろね、うん、全然そういうエリアには入ってるけども、なかなか安くてまともな土地が出てこないって感じです。そうですね、あとはやっぱり旧耐震 RC だったり、解体費用かかりますよね、うん、で新築作るとなると防火地域なんで金かかるんで。なるほど、木造だと。そうですね、その辺の絡みも含めながらですよね。なるほどね。これ高校ですね、高等学校、大学前行きって書いてありましたね、うん、市内線ぐるぐる回ってるんで。確かに地下鉄ないんで富山。まあ地下鉄はね、うん、もう、まあ、お金かかるんでね、作る必要もないと。うん、まあ、サンガラでなってきましたね、古い RC が。そうそう、どんどん、これが南富山駅。南富山、お、じゃあ近づきましたね、現場に。もう見えておりますよ。お、もう見えてる、うん、普通に学生が多いんですか、普通の人も住んでるところ。まあ、この辺は社会人エリアですよね。法人需要もあるし、もうやっぱり勤め先に近いところですか、ね、そうですよね、会社がお金出してくれるとかね。なるほど、信号縦なんですね。雪積もって折れるんだよ。あ、雪積もって折れるから。折れるじゃなかった、雪積もって重量かかっちゃうから、あの見えなくなるんですよ、潰れるんですよ。あ、なるほど、周りにこうバーってなって。雪国は全部縦なんですか。じゃあ雪国縦ですよ。今気づきましたね。いや、僕逆に太平洋側行った時には信号横だと思いました。あ、なるほどね、縦が普通なんで。おお、三、目立ちますね、ここは、うん、ロードサイドもロードサイド。そうですよ。ここ駐車場付きですか。あ、これ170までいいよってことですか。お、これはホロつけるんですか。つけません。つけません。じゃあ雨の日は確実に濡れますね。濡れます。皆さん傘を持って入ってください。雨の日はフォローつけませんので。これは、あ、全然綺麗じゃない。まあ当たり前ですよね、直してますから。あ、なるほど。この辺のね、ちょっともうやっぱりかね、出積みは結構ね、そうなん、傷んじゃいますからね。これまた、あ、ね、このゴージャンっていうんですか、窓、うん、あ、全然。これでお家賃おいくらですか。家賃、はい、10万円、事務所で10万円で、はい、
事務所兼住居なんで。え、住めるんですか？そうです。住める？住居部分上にあるんで行きましょう。え、それ込みで10万ですか？そうです。え、そんな安くていいんですか？いいです。え、これもしかして唐菓子？そうです。一棟貸しで。一棟です。一棟で10万、はい、いいじゃないですか。え、あ、トイレがあって、うん、で、右手に風呂があって、うん、まあ、シャワーですね、うん、いわゆるシャワー、うん、はあ、これは住めますね、うん、あ、で、洗濯機置き場はここにあって、で、パチンコ屋も見えてあ、一応カーテンボックスもあるんですか？あ、ありますね。今気がつきました。今気がつきました。今気がつきましたね。おー、あ、で、エアコンはね、ここで上の方つけてもらって。室外機は下？下まで。上、屋上は、まあ、壁ついさになるかもしれないですね。いやー、いいですね。イナックスのトイレに。お、この手すりはもうオリジナルですね。当初からの。十分ですよ、これ10万、はい、売るならいくらですか？1200万で売ってます。1200万で、あ、売りに出してるんですね。売りに出してます。じゃあもう1200万で買って10万で稼ぐ、利回り 10% じゃないですか。そうですね。まあ、利回り 10% で回したい人はじゃあこれを買いましょうと。そうですね。で、駐車場2台行けました？駐車場で行けます。駐車場2台。あらららら、場所めちゃくちゃいいんで。場所はだって駅から僕1分ぐらいですか？1、2分。そうですね。南富山駅から2分、はい、で幹線道路沿いで、で電車もまあだからすぐそこですもんね、はい、路面電車が。そうです、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。